完全に落ちパクつまり落ちて食わんかったらなかなか釣れんってことやね。なるほどね。そりゃみんなチンチクリンのルアー使いたがるわ。はあ。また海合わせになってしまった。こうやクイッククイック。雨降りそうやね。雨降ってきたらあれよ、あの水中撮影用のカメラに切り替えるから音声なくなるわ。見切るん早ない？君たち。いやー巻き合わせができない。ちょっとグーッと回してあげるだけなんだけどね。あれだ、反応速度、俺の反応速度の問題や、ただでさえ鈍いから多分ね、普通になんか竿のしゃくり合わせよりは早いはずなんだけどね。えい、また海合わせ、グッと行こう。グッと、一生魚影が濃いんだけど。深呼吸深呼吸。にゃじゃあ、やばい、仲間にガシガシ食われとるやん。こいつ大丈夫かお前。巻き合わせマジでむずい。反射神経の問題できついやばいな。ちょっとどんどん真剣になってきたら言葉数減るからな。ショートバイトに苦しみます。やば。よっしゃ、あー抜けた。行くな。ちょ。入るな。行くな。立てたらダメ。自分で動画出しとったろ。立てたらあかんぞ。よいしょ。パクだわ。リーダー結びてー。
え、マジなんなん？シャ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 。なあ、抜けた。しとるなぁ。なるほどなるほど、分かってきた分かってきた、釣り方分かってきた。投げるやろ、で落とす。マジこの状態で食ってこんかったら引くやろ、でわざと水面をバシャバシャさせるんよ。そしたら寄ってくる、でその時にちょっとスピード落としてやる、食わせの間。そしたらこうやっていける。ほら、もう水バシャンってやるだけで寄ってくるもん。パニック。わざとこのパニックアクション、早すぎるとバイトミスするから、早くこのパニックアクションを演出してやる。で、このバシャンってやるといっぱい寄ってくるから、そこでゆっくりにする。そうすると、今も、ついばんだ。それだ。このパターンはこれだ。水しぶきはなるべく大きく。ほら、これで食ってくる。はあ、やべえ、ここにたどり着いた自分を褒めたい。すっげえ楽しい。まあでも相手にするのは困すだけだね。はあ、すげえ。投げて落として、ガーッと巻いてすぐゆっくりにする。こんかったら水面をバシャバシャさせて、誘って寄せてからゆっくり巻く。ガーッて誘ってからゆっくり巻く。ほら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 、よいしょ。そういうことや。多分これ色とか関係ねえな。うわーっと、おらんかったら上持ち上げて食わせのまま与える。上持ち上げて食わせのまま与える。ほら、
抜けた。魚が密集しとれば密集しとるほどバイト率が上がる。バシャバシャさせて寄せたところでゆっくり。ほら来た。やべ、スレだ。ああ、人生初のスレかもしれない。ごめんよ。はい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 。ここに死ぬほど魚溜まっとくから、遠くからここに投げよう。よし。